重。先ほどのシーン完全に読んで、最後までボールから目離さなかったんでね、脇の下通る。笛鳴ってユーインス、あー原田止めた。ユーインス J3 通算20得点ならず。44止めた、押し込んだ、すぐさま同点岡山。ここで仲間が詰めていた。仲間らしいといえば仲間ですね、一度はしかし大谷もよく止めました。徳重ナイスセーブ。いやー読まれましたね。ナイスセーブです。大きなポイントです。お止めた。ここでビッグセーブ出ました。カルマハル、いやキャッチしましたよね今ね。キッカー花と止めた。こぼれ球どうか。もう一度ゴール前は枠に行きませんでした。一森が止めました。ナイスキーパーですね。いや正面だ、こぼれ球流し込んで同点。追いつきましたジュビロ。一旦倍を止めた清水、ナイスセーブ。斉藤止めた。そこ後ろからシュートを打っていきました。押し込んだ。最後は39番小谷弘樹、 PK からのこぼれ球、小谷が押し込みました。秋田が先制。止めた。さすが札幌のビッグセーバー、完璧に読み切りました。クソンユン、止めた。田中雄大バッチリ止めた。ゴールキーパーが止めました。追加点は許しません。さあ追加点のチャンス、左だ。さすがだ岡本。いやこれは岡本選手大きいですね。止めた。ナイスセーブ。吉光、森本のシュート、手を出しました。後半20分先頭の PK 止めた。徳重もう一度押し込むか。徳重止めた。 PK 止めた徳重、悔しがる先頭。京都追加点ならず。京都の先頭ピース、おっと止めた原田。埋めない、決定的なこの PK を。21歳、あー止めた。うーやり直しを決め切りました。山根が決め切りました。一度は止めたんですが岡本自身のとこに戻ってきて、これで0対2、追加点、貴重な追加点が金沢に入ります。あっと加藤がこのボールを抑えた。 PK 失敗。頭を抱える柿田駆け寄ります。樋口対イニエスタ、止めた。セカンドボール、イニエスタ流し込みました。1点差。止められましたけどそんなこと落ち着いてましたね。浮き球でしたけど、はい、コントロールをして流し、レオナルドの選択はいかに。左へ行った、止めた。白井読んだ、止めた。
得点決まりました FC 東京ディエゴ・オリベイラ。しかしランゲラックうまく残した後に当てましたけど ね防ぐ。しかしかわして決めてきた。弾いたボール自ら決めていきました。ユインス止めた。キャッチした。前半45分福岡絶好の先制チャンス。吉光大輔 PK ストップ。触った、詰めました。シモビッチ一度は失敗しましたがすぐに詰めました。いや本当に富澤よく触ったんですけどね。そうですね。どーっと止めました。イークラよくしのいだ。本当です。よくしのぎました。イークラ大きいプレーだと思いますよ。これは1点差のまま弾いた。いやナイスキーパー、ナイスセーブです。さあこの PK はここは落ち着いていました中島。 PK は止められましたけれどもその後しっかりとゴール。村上止めました。